おはようございます。やんちゃです。2024年3月1日金曜日の朝です。あ、そっか、時計の電池切れてんだった。タイマー15分。はい、お願いします。運動、はい、やりますか。タイマー4分15秒。よし、やりますか。今日の天気、今日はしばらく雨は降りません。朝雨降ってたみたいですけどね、どうやら、うん、そして気温は最高16度。確かに今もうあったかいですね。最低は4度。まあ夜は寒いので気をつけましょう。ふー、3月もまあずっとこんなような天気が続くっぽいですね。なるほど。はい、じゃあ朝刊でも見ますか。今日の朝刊、建設業無理な工期禁止。はい長時間労働や低賃金是正。人手不足の深刻な建設業界で労働者の長時間労働を是正するための規制が始まる。なんだっけこれ。これであれなんですよね、なんだっけ、大阪の万博万博のなんか工期が間に合わねえとかって言ってて、なんか一時的にこの制限をなんか撤廃してくれみたいな要求をしてた気がする。はあ、大変そう。あと何かな、中国高所得国遠のく。これなんか早口言葉っぽくないですか。中国高所得国遠のくやばいやばいやばい、プランクしながら笑うとかなり腹筋にくる国民総所得29年ぶり減。へえ、ドル建てでか。うん、そうなんだ。米ドルベースで、189万円一人当たりの国民総所得。へえ、29年ぶり減っていうのは結構なインパクトですね。はあ、大変そう。あと何かな、 LINE ヤフー行政指導へ。あれですか、なんか個人情報流出みたいな。しかもなんだっけ、国外に漏洩したからより怒られてるってやつですか。頑張ってくれ。あと何かな、うぎょすごいな風。成年後見を柔軟に使いやすく認知症の人らに代わって財産管理などをする成年後見制度について見直しを、これなんだっけ、諮問した。なるほどね。あんまり使われてないっぽいんですよね、この制度がね。ぐっ、よいしょきつい。余計なことすると余計なことすると腹筋にかなりくる。あと何かな、著作権侵害を謝罪、ニュースピックスのユーザーベース。ほうほう、なるほど。なんかメディアの著作権を侵害する事例があった。ほうほう、よくわかんないな。そうなんだ。あと何かな、持ち合い解消最終局面、昨日言ってたやつ、損保4社持ち合いの株を処分するやつですね。あと何かな、マイナス金利迫る出口方法、物価 2% 見通せる状況来たぞと、いよいよ金利を上げるぞという感じですか。うおー、やばい。この今日から4分15秒にしたけど、この最後の15秒、かなりきついな。ぐおぐお、きつい、きつい。ぐ、15秒伸ばすだけでこんなにきつさが増すとはな。シュシュ、はい、そしてけん玉、よし
やりますか。今日も今日とてけん玉グローバルけん玉ネットワークのアドバンスド3級2級の練習は、よし、オッケーで、振り剣よっと、あ、ダメかよいしょっと、はい、オッケー。今日また風強いですね。昨日結構風収まってたのに、はぁ、一昨日とその前がやばかったっすよねあれ、ちょっと待って、わしもあれ、わしどうしたっけあ、そっか、あってらって日本一周だよね。よし、ほ、よし、オッケー。風強いからちょっとアナコンがむずいっすね。あとなんだっけ、スクイケン。結構この強風の中スクイケンは大変っすよスクイケンとか、あの羽ケンとかね、よっと、すごいブレる。もう2月が終わっちゃったからな、なんか新しいトリックを覚えるみたいなやつ、毎日頑張る必要はなくなった。まあ毎日頑張れてなかったんだけど、頑張る必要はなくなったんですけど、ただね、覚えたい技がまだいくつかあるのでやりたいとは思うんですよね。よっと、今だ一瞬の風が収まったタイミングを狙ってやるしかない。あとなんだ、逆落とし、やばいやばい、この強風で灯台やんの結構しんどい。ほ、今だ風を読む、よっと、うわ、ダメだ、よいしょ、風を読んでいくしかない。よ、今だ、ダメだよっ、は、風が止んでるうちにやんないと灯台からして成功しないからね。よっと、はあ、よっと、わあ、ギョア よいしょ。風の中けん玉をやる練習をする意味ってあんのかなってすごい思うよし、入った。これで3球終わり。次2球、うわ、危ね、よいしょ、は、地球回し、よっと、よし、 OK。 そして世界一周、よっと、は、よっ、よし、 OK。 一発で成功あとなんだ、ダウンスパイク、はい、よっ、よっと、はい、 OK。 よし、次ウグイス、よいしょ、ちょっとでもブレるとダメなんだよな、穴の位置がね。ほ、よし、 OK。 そして羽剣、今ちょっと風が止んでる、今だ、今だよし、は、やばい、流される。でも、よっ、よっと今分かりました、羽剣穴からすってなんか剣が逃げていくかのように流れていきましたね。はあ、よいしょ、やば、うお、やばい、なんか魔球っぽくなってるあの巨人の星みたいな。はあ、こんな変化球ある、はあ、難しいな。あ、でもそう考えると強風の中野球とかすごいやばいでしょうね。ボール曲がるでしょうね、風でね。よし、ほ、よし、 OK、 やった風を克服した。いや、克服はできてない、運ですね今のは。は、カシャ、ふぅ、終わったあのインスタグラムのね、けん玉
28トリックスウェイターがついに終わってかなり飛び飛びでしたけどね、最後の方。前半デイ15ぐらいまでは確か毎日のようにやってたと思うんですけどね、はあ、後半失速しましたよね。いやー、やっちゃったね、やっちゃったねっていうか、まあ無理だったね。やってみないと分かんないけどね、こういうのは。うん、でもまあいい勉強になったっていうか、いいストレッチになりましたね。今まで停滞していた剣玉の技のレパートリーとか、なんか新しいことに挑戦しようっていう気持ちがね、拡張されたのが成果です。成果というか収穫ですかね。いや、取り組んでみてよかったです来年もやるぞ、来年も28トリックスレイター 2025 やるぞ。来年にはもうちょっとね、映える技をたくさん覚えていられたらいいんですけど、それもね、この2月、その今年の2月みたいに毎日のように新しい技に挑戦する活動を1年続けていればこそ、多分来年の2月に新しい技をたくさん披露することができるわけですよね多分惰性でやっていてもあまり成長はないということが分かったので、はい、もうちょっと気張ってやっていきたい。あといい加減グロ剣の検定を受けに行きたいですねこの間その渋谷っていうか、どっちかっていうと原宿ですけど、原宿の剣玉ショップに行ってグロ剣の先生いるかどうか覗いてきましたけど、どうやらグロ剣の先生がいることは稀らしいので、もうちょっと確実にいそうなところを調べて、そこ多分毎日のようにグロ剣の剣玉先生がいる場所っていうのがなかなかないっぽいので、やっぱり結局のところ練習会とか大会とかそういうところに乗り込んでいって、みんなまとめて検定を受けさせてもらうみたいな感じになるのがいいっぽいですね、どうやら。いや、はあ、やれやれ。まあちょっとやっていきたいが、ちょっとしばらくの間はルビー会議の準備で終われそうですね、多分ね。あと2ヶ月ちょっとでもう出発しなきゃいけないんで、はあ、やばいよね。ちょっとほんと詰め始めなきゃいけない。多分1ヶ月弱とか、20日じゃ効かなくなってきたから、なんか予定が。25日とか、まあ、相当長期間家を空けることになるので、ちょっとそれ相応の準備が必要だなっていう感じですね。おー、風が。おー、おわー、風速測りチャンスでは。風速測りチャンス。はい。風速、お、お、いいぞ。風速 7.8 結構強いですね。はあ、なんかルビー会議2024ですけど、相当長期間家を空けるんで、途中の宿がどれぐらいかかるか分かりませんけど、できるだけ安いドミトリーに泊まり続けるつもりではいるけど、それでもね、安くても3000円とか4000円とかだから、まあ4000円だとしてですよ、4000円だとして、多分ヤンチャハウスとかフェリーに宿泊するのとは別に10泊ぐらい、10泊じゃ効かないでも10泊ぐらいは必要かな。そうすると 4,5 万はいる。10泊か12泊か必要だから 4,5 万いりますよね、多分追加でね。まあご飯はね、そんなに豪遊するつもりもないので、そうそうかからないと思うんですけど、食費は。いや、わかんない、どうなんですか九州縦断とか四国横断とか
うまいものが結構いろいろあるんでしょうけど、ただバイクで移動する都合上そんなに深酒できないんですよね。まあ普段から深酒する習慣はないんですけど、ないかな。いや、ない、ない。普段から一人でガブガブ酒を飲むみたいな習慣はないので、それにお金がかかることはないんですけど、でガソリン代はね、ほんとスクーターだからマジで無料みたいなもんなんで、たまーに250キロぐらい走ったら5リットル追加するみたいな。そう、リッター50はちょっと言い過ぎか、リッター40ぐらいかな実測で。だから200キロ走ったら5リットル追加する、で5リットルでだいたい700円とか800円弱だからね。だから1日それぐらいだと思うんですよね。1日800円ぐらい払えば、まあ、200キロぐらい移動できると。はぁ、でもそれ何日間移動すんの。10日間ぐらい移動してるはずなんだけど、そうすると8000円か。でもまあ8000円か、10日間移動し続けて8000円ならまあいいんじゃないですかとかって言って、4、5万、まあ5万だ、宿泊費5万として移動1万円だとして、お、いい風。はあ、まあそれだけで5、6万はかかるよね。で1日3000円ぐらい飲み食いする、そんなにしないような気がするな。1日2000円ぐらい飲み食いするとして2万円、これが追加費用ですよ。だから全部で10万円ぐらい追加されると。でそれに加えてフェリーが4回かな、大きいのが4回で四国に渡るのが1回だから計5回乗るでしょ。でそれでフェリーでどういう、なんですか、あの個室、どういう個室を取るかによってちょっと変わってくるんですけど、まあ一番安いやつで行きますよ。何しろたくさん乗らなきゃいけないからね。それでもね、まあまあかかるでしょう。そうするとでアンチャハウスがいくらぐらいだっけ、3万円ぐらいでしょう。わからない、計算したくないんだけど、多分だけど全部で20万円ぐらいですかね、手出しで。手出しってなんだよっていう。どっかから金が入ってくる算段ないからねこれ。そう、この活動を通じて、この活動に対してお金が入ってくる見込みがまずないからね。はあ、かといってね、クラウドファンディングっていう感じでもないんですよね。何もリターンがないからね、ファンディング してもらったとしてね。はあ、なのでまあ気合を入れて払うしかないんですけど、はあ、まあでもね、沖縄でルビー会議をやるみたいなやつがないですよ、こんな機会はね。はい、でできるだけ面白く移動するためにはこうせざるを得ないですよね。なんかもうこれ一度っていう、なんかルビー会議に行く人たちの間でもう飛行機取りました、飛行機取りましたみたいな報告がいっぱい上がってくるわけですけど、もう私は飛行機取らないからね。でそうこうしてるうちにもう飛行機が買えなくなるわけじゃないですか、そのうち。やっぱね、めちゃくちゃ金を出せば買える、いつでも買えるのかもしれませんけど、もう飛行機買えなくなった瞬間、あ、もうこれはひよって飛行機にしましたとか言えなくなるなっていう話になるわけです。はあ、まあそうするつもりもないんですけど、毛頭ないのでそれ考えるだけ無駄なんですけど、はあ、まあちょっとやっていくか。はい、というわけで今日の話、昨日の話か、昨日やってたこと、昨日は斧投げに行ってきました。斧投げね、面白かったっす。昨日はですね、斧投げに行ってきたんですけど、あのどういうメンツで行ったかっていうと、あの DJ プロハンバーガーDJ プロハンバーガーさんと斧投げに行ってきました。はい、で本当はもう一人行く予定があったんですけど、なんか
よくわからんけど飲み潰れていけませんっていう連絡が来てじゃあお大事にどうぞみたいな感じでキャンセルになったんですけど、プロハンバーガーさんがもう一人なんか連れの人を連れてきてくれたから、あらかじめ予約していた3人の予約がそのまま行かせましたね。なので3人で投げてきました。いやー、なんか何度行ってもいいですね。斧を行ったのって確か年明け最初の1月5日とかそんぐらいだったと思うんですけど、約2ヶ月ぶりの斧でしたが、全てを忘れてましたねで、店に行って初めての方ですかって言われて、いや多分3回か4回目ぐらいですって言って、経験者ぶってたんですけど、でなんかプロハンバーガーさんとかに多分ですけど的に刺さり始めるまで30分ぐらい結構修行しないといけないんで頑張って練習しましょうねみたいなことをわしが言ってたんですけど、なんか皆さん投げ始めて2投目ぐらいから刺さり始めてすごって思ってめっちゃ刺さってるじゃんみたいな。はぁ、いや超やばかったんだよな。なんかその時の様子を少し映像に撮ってるんでちょっと見ましょうか。2分ぐらいのムービーがあるんで、よいしょ、よっと、3、2、1、プッシュ。はい、この手前の人がプロハンバーガーさんで、奥の人がその連れの人ですで、普通これがもうほんと投げ始めた頃なんですけど、なんか店でなんかチャレンジみたいなやつがあって、5投投げて初心者だと10点で、経験者だと18点取るとドリンクが無料っていうやつがあって、それをなんかやってたんですけど、この、まあ、これはプロハンバーガーさんの投げてるスローの映像ですね。スロー&クイック動画を撮って後でフォームのチェックとかのために送ろうと思って、はい、撮ってたやつを切りました。うまく刺さってますよね。これもう始めてすぐの頃ですよ。なんかこんなすぐ刺さるんだと思って、なんかわしの一番最初苦戦していたのは何だったんだみたいな感じなんですけど、この連れの人がマジですごくて、この連れの人がこれその5投投げて10点だったらドリンクもらえるチャレンジの最中なんですけど、これ1投目もう真ん中に当たってて、これで6点なんですよやばくないですか。でこの次が2投目ウォリアって言って投げたら、なんかもう中心に当たっちゃって12点ですよこれで2投でクリアしてんのやばないってでこれ3投目ですね。で3投目、はどうす中心ですいやポップやばい3投連続中心に当たってるんだけどみたいな、これちょっとプロレベルじゃないですかこれみたいな感じになって、店員の人もめちゃくちゃ驚いてて、これは大会いけますねみたいな大会ぜひ出てくださいみたいな。いやなんかあんまりこの言葉を使いたくはないんですけど、才能ってあるなって思ったこれが才能かっていう初見でここまでできるのやばいなって。ただ多分ですけど、なんかチラッと聞いた限りではダーツをやってる人っぽいので、結構ガチでなんかダーツで培った何かが発揮されてる可能性はありますね。だからまあそういうことなのかなダーツボーナス見たお、鳴った。じゃあそろそろ終わりますか。ダーツボーナスみたいな感じかもしれない。だからダーツやってる人はいいのかもしれませんね。いや
や、わしは斧投げには剣玉が効くんだろうなと思ってたんですよ。その膝とかの使い方が結構大事なので効くんだろうなと思ってたんですけど、ダーツいいですね多分ね。はあ、というわけで今回も90分間延々と投げ続けてました。90分間延々と投げ続けて、他のこと一切せず、はい、90分間投げ続けてお疲れ様でしたって言って解散するっていう、なんか部活みたいな感じで超良かったですね。はあ、その DJ プロハンバーガーさんって言われても多分分かんない人は分かんないと思うんですけど、わしはもうなんか20年以上前から知ってる人で、あのめちゃくちゃファンなんですよ。でもなんかあんまりファンですっていうのを前面に出しておのみに行くのもおかしいなと思ったんで、あのさもなんか、あ、おの興味あるんすか、じゃあおの行きましょうよみたいな感じで、あのおのに行くことになった経緯は、あの渋谷ラママでなんだっけな、青春生誕、ちょっと前に青春生誕、1ヶ月前にですね、青春生誕イベントっていうのがあって、それに DJ プロハンバーガーさんが出演してくれてたわけですけど、そんで終演後にフロアであのみんなでこう飲みながら喋ってた時に、あのたまたまその前に斧に行った時楽しかったみたいな話したら、え、斧投げって何ですかって聞いてくるから、いやいや斧投げっていうのがあってって言っても説明して、いやいや、よければぜひ行きましょうよって言って誘って、あの行くことになったんですよ。でこういうのはなんか行きましょうよって言ってもなんかすぐ翌日には忘れちゃうじゃないですか。だからもうその日中にあの DM を送って、あの今日話をさせていただいたものですかって言って、あの早速調整さんを立てましたんで、あの予定を入れていただいてって言って、わかりました調整しますって帰ってきてから、なんか結構時間が経って、でもう一人斧に行きたいっていう人が出てきたんで、あのその調整さんをシェアして、もう一人行きたい人が出てきたんでぜひ調整お願いしますって言ってプッシュして、なんか半ば強引に連れて行った感はある。でもこういうのはなんかイニシアチブを取ってる人が割とグイグイ引っ張っていかないとあの実現しないことなので、あのそれを意識してセッティングしました。はい、今回ね、いやめちゃくちゃ満足してくれたみたいでよかったですよ。で なんかよく考えたら、あの今回斧投げに来てくれたそのプロハンバーガーさんとその連れの人で、その連れの人がなんかプロハンバーガーさんのやってるあの超絶技巧っていうあの YouTube があるんですけど、それに出演してる人でしたね、多分ね。なんか見たことあるなと思ったんですけど、ちょっとリンク貼っとくんで、超絶技巧シリーズめちゃくちゃ好きなんで見てくださいぜひ。はあ、なんかプロハンバーガーさんはね本当になんか、まあ、この話をすると長くなるからやめるか。あのレトロ CM 魔改造シリーズとか超絶技巧シリーズとか、あと昔は、まあ、今もやってるんでしょうけど、あのナードコアっていうジャンルの様々な音源を何ですかサンプリングしてなんかテクノっぽくするみたいなやつとかね、はい、そういう活動をずっとしている人で、最近は生成 AI を使ったね芸術をめちゃくちゃやってる人で、なんかクリエイティビティという意味ではかなり尊敬する人なんですよね。まあそんな人と斧投げに行けて光栄でしたという話でした今日は。あと斧は初見の人でもめちゃくちゃ刺さる人は超刺さるっていうことが分かったっていう、そういう話でした。やれやれ、やばい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 。時間がない。じゃあバイバイ。